下大田貝塚は、千葉県茂原市下大田にある、縄文時代中期から晩期にかけての、停止地遺跡である。暴走丘陵の北東端に、近いに枚没国に形成され、200体以上の人骨とともに、骨格器のペンダントや腕輪など、多数の遺物が出土した。茂原市指定史遺跡。下大田貝塚本遺跡は、縄文時代中期中央から、 晩期紅葉にかけて営まれた縄文人の死者の谷とされ、この間の母性の変遷を知ることのできる遺跡として重要とされるが、特に注目されるのは、中期紅葉、後期善用、後期中央の三期にわたる母息を相違的に検出し、埋没や中に営まれた母息の時期を追っての変遷を捉えることができたことである。縄文時代中期は放射状に円を描く墓地に、人のほか イノシシや犬の幼獣の埋葬例があり、ペットだったと見られている。後期前用は、乳幼児と少年以上というように、年齢別に母域を分けた可能性が高く、河原家棺に収め再送されている。しかし、後期中用では明らかに異なる二つの埋葬形態があり、一方は長大円形の土工墓中に一体ずつ埋葬されるもので、 新天草が主体で方形もしくは長方形の範囲内に密集して埋葬されている。もう一方は大円型を呈する大小3期の土工中に大量の遺骸が集積されており、埋葬に際して集団的な区別が行われていたことを予見させ、縄文時代は平等で身分制度はなかったとする従来の説に一石を投じている。また、多くの人骨のサンプルが得られたことから、 茨城県取手市の中妻海塚土の人骨と共にミッドコンドリア DNA 分析という新しい手法を用いた研究の対象となり、種々の推測が可能となった。すなわち、中妻海塚土航人骨でも、東海塚土航人骨でも、同一のハプロタイプが半数を占めたことから、縄文時代後期の房総半島地域では、 母系親族を中心とした居住が行われていたと推測され、共通のハプロタイプが一例ずつ認められたことから、両集落間に何らかの関係があったことが推測されたことである。さらに、両海塚で判別されたものと同一のハプロタイプが、アジア各地の現在の人々に見られ、縄文人の起源を考える上で、新しい知見を得た、とする指摘もある。ありがとうございます。